諸君らのような犯罪者を有効に利用した功績により召喚は勲功を賜った。一方で諸君らの中に命令に対する者があれば独房が待っている。それを忘れないことだ。不満を述べる自由すら諸君らは囚人となる身を選んだ時に自ら捨て去ったのだ。さて諸君らの有効利用だ。エルジア領内への強行偵察を実施中のオーシア空軍所属部隊がある。だが事情により帰還ルートが変更されることになった。新しい帰還ルート上にあるインシー渓谷は風光明媚なカルスト地形の奇岩地帯だが、そこの山肌に隠れるように点在する敵のレーダー施設及び対空兵器が脅威となっている。諸君らの任務は自らの危険を顧みることなくそれらを破壊し、この部隊を無事帰還させることだ。ただし攻撃を察知した敵の迎撃機と交戦する可能性も十分ある。そのことも忘れず、まともに飛べる機体を選べ。あいにく天候は最悪だが、出撃を拒む理由にはならない。繰り返すが、諸君らの帰還は重要ではない。強行偵察部隊を無事帰還させることが任務であり、服役中に期待される罪の償いなのだ。機体の準備が整った。泣き信号を許可する。するミッションだ。目標は敵のレーダー施設と対空兵器。複雑な地形の中に配備されている上に雲も多い。雷雲まで近づいているとのことだ。運がないなお前ら。おい、この作戦を立案したのはどこの大バカ野郎か。質問は許可しない。第444航空基地飛行隊、こちらサイクロプス1。サイクロプスとストライダーの2小隊で現在7機。我々の編隊も間もなくその空域に到着する。了解した。レーダーの異常じゃなかった。敵中です。救援の動きを待った。ミサイルで撃ち落とせ。我々は予定外の戦闘で兵装を損耗し、敵への対応が難しい。生還できるかは機訓が次第だ。サイクロプス1、こちらバンドック。予定時間までには終わらせる。バンドックか、いいな。では頼んだぞ、バンケン殿。目標施設の破壊を確認。いいぞ。岩山が霧を生んでいる。注意しろ、機体を壊すな。雲が厚い。レーダーの反射率が低い。注意しろ。雲に侵入。ミサイル接近、かわせ。撃て。避けられるような場所じゃない。正規軍の隠密偵察機だと。ルージアを駆使だと。遺跡を調べてるとかいう話だ。それ以上はつかめなかった。さすが早いな。秘密兵器でもあるんじゃないのか。情報の壁があるんだよ。死後は慎め。連中死ぬのは怖くないのか。目標施設の破壊を確認。トリガーが目標を破壊したぞ。無茶な作戦だ。あの司令官、参謀本部に気に入られることしか考えてねえ。仕事を終わらせるために口を動かす必要はないはずだ。手と頭を動かせ、マルケども。ないよ。理由が読めない。ミサイル発射。サムを全て破壊。レーダー施設破壊を続行せよ。
を使えればよかったのだが。そううまくはいかないぞ。無人機が偵察部隊に食いついた。偵察部隊は対空兵装を持っていない。放っておけばやられるぞ。444前機、絶対に彼らを生還させろ。一機たりとも落とさせてはならん。 UAV を撃墜しろ。無理に決まってる。誰だか知らんヤツのためにあんな中を飛べっていうのか。勇気と愚行は違う。俺の家ではそう教えられるんだ。誰か雷雲に突っ込んだぞ。スペア15が雷雲を突破した。よくやった、この大バカ野郎。妙な飛び方の UAV だよ。機雷していかれたようだ。UAV 撃墜。スペア15のミサイル発射。サイクロプス2後方に注意。 UAV 破壊。ノックされている。バンド、戦闘空域に留まっているのは残り5機。ミサイル接近。クリフィルゾン、敵にノックされている。メト外れたか。ストライダー3、後ろ取られてんじゃねえ。こっちは 9G に耐えてるってのに。今疲れ知らずだ。なんで他人の尻拭いに命かけなきゃならん。自分の人生の尻拭いができるようになってから文句を言え。警告、ミサイル、ミサイル。ケツを取られた。命中していない。ミサイルだ、当たるな。ケツを狙われてる。敵にロックされている。スペア15、ロックオン。敵にロックオンされた。ストライダー3、ミサイルだ、逃げろ。はい、飛行隊の攻撃が見えた。クイだぜ。すまんが、このチャンスに離脱する。生き延びた奴らの面倒を頼むぞ、イエーガー。ラジャー、残り4機。サイクロプス4、背中に敵だぞ。メト、メト、サイクロプス1、ブレイク、ブレイク。まずいぞ、みんな下がってきている。臆病者だ、もっと敵に近づけ。やってられるか。注意、敵のロックオン。メト、敵にロックオンされた。 UAV 撃墜。この鍵は忘れない。サイクロプス4が離脱した。いいぞ、希望が見えてきた。護衛機の中に腕のいい奴がいるようだ。一気まともなのがいる。スペア15
開した。スペア隊、任務は完了した。RTB。 いや、待て。おい、いい加減にしろ。まだ何かやらせるのか。スペア8、ジャンプ。ボギーが後方より急速接近。近くの機はスペア8を援護せよ。助けなどいるか。帰り討ちにしてやる。クソ。
スペア15、ミサイル発射。帰ってきた連中が敵にすげえのが現れたと言っている。そいつは恐ろしく無理も無駄もなく近づいてきて、防空戦闘ではそこそこやってのけてた連中が何人かあっけなく食われたらしい。前にじいちゃんに聞いた話を思い出す。じいちゃんが現役だった終わりの頃にもそういう敵が現れて、みるみる目の前で編隊が全滅していったという。深のいる海に投げ出されて漂流する男たちみたいに。水面下から近づいてきて、気がついた時には遅い。足を加えられて水の中深く、次々と。今回の敵もそういうやつだったという。にしちゃ帰ってきたはずが多いじゃないか。よその部隊の編隊がそんな敵に食われても、こいつらは見捨てて帰ってきた。いや、なんてことだ。2、3機多い。よその機体が混ざってる。